吉宗評判記暴れん坊将軍。お目見え医者を自ら辞退した神田の女医者君島四之。その後も型破りな治療ぶりで江戸の人々の人望を集めていた。いい加減にしなさい。傷口縫ったばっかりなのにお酒飲む人がありますか。二度とそんなことしたらもう歩けなくなっても知りませんよ。すみません、二度と飲みませんから。よし、はい次。どうぞ。どうしたい、てっちゃん。はしご飲みの稽古してて落っこちやがったのさ。ドジだね。ちょっと、いい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 、うん、骨は大丈夫だ。これぐらいはね、怪我のうちには入らないんだよ。はい、これでよし。はい、次の人。先生、もう少し丁寧に見てくださいよ。お黙り、これでいいんだよ。はい、次の方。はい。具合は。えらく態度が違うな。おかげさまですっかり楽に。ありがとうございました。あの治療代を。三両。うわ。越後屋さんは江戸でも指折りの金持ちだ。三両が三十両でも腹は痛むねえが。それにしてもよ、三両ってのはべらぼうすぎるぜ。何を言ってるんですよ。お後手になるっていう志野先生の治療を受けられたんだ。まあ、三両なんてのは安いもんですよ。じゃあ遠慮なくいただいてきます。どうぞ。大人お庭ですな。いやいや、お恥ずかしい。10年勤めた若年寄を退いて庭作りだけが楽しみでな。悠々自適というわけですな。上様はじめご一同が御政道の改革に尽力なさっておるのに、無役になった私としては何のお手伝いもできないのが心残りでの。どうであろう加納殿、せめてものお詫びに上様を一席この屋敷にお招きしたいのだが。将軍を屋敷に招きもてなすのは諸大名旗本たちにとって大変な名誉であるばかりでなく、将軍との特別の結びつき、信頼の厚さを天下に誇示することにもなるため、大名旗本たちは争って歴代将軍を屋敷に招いたという。俺は大名旗本の正体をあまり好まんのだ。なんとか断ってくれんか。上様、稲間内膳の将殿は幕府の功労者でございまする。今は引退して無役の寄合席でございまするが、幕閣諸侯の信任も厚く、まあ、いわば実力者、無念に断るというわけにも。しかし一度招待を受ければ全部受けなければならなくなるぞ。まあまあ、そうおっしゃらずに、遠乗りのお帰りに非公式に急速に立ち寄ったとおっしゃればそれでよろしいのですから。
まあそれでよければそのうちにな。では早速日程のやりくりを。加納殿、いかがなさいました。何でもござらん。ただ手をお貸しくだされ。医師のところへ。やめんかい。年寄り扱いするな。わしは元気だ。病気ではない。スターケ。加納殿、ご無理はいけませんぞ。無理などしておらん。病気ではない。この通り元気なものじゃ。落ち着いて。上様、お疲れでございましょう。どうもこういう仕事俺の性に合わんな。まあ体を動かすことならいとわんのだがな。おう、爺の姿が見えんが、どうかしたのか。具合が悪いんじゃあるまいな。忠相、爺は病気なんだな。それが…爺に口止めをされているのか。かまん、言ってくれ。どこが悪いんだ。実は先日お倒れになりまして。本当か。はい。ですが病気ではないと医師に見せようとはなさいません。爺らしいな。しかしこのままほっとくわけにはいかん。よし、俺に任せろ。あら、新さん、いらっしゃい。どうするよ。いらっしゃい。志野先生のことだが、どうしてるね。相変わらず患者殴ってるかい。それがね、なんだかまるで変わっちまったんだよ。変わった。また男姿になっちゃったのよ。それにやたら高い治療代を取るようになったそうなんでさ。なんだって。それが悪毒ってね。そうなんだよ。カゴを飛ばしてお金持ちの家から家へ風のように飛んで歩いてんだよ。それじゃまるで儲け第一の悪徳医者じゃないか。信じられんな。なに、よくあることさ。おめえ見え者になりかけて名前が売れてきたもんだから天狗になってんのよ。そんな、志野先生はそんな人じゃないよ。わかるもんかい。増長慢心するのが人間よ。まして女ってのは浅はかな生き物よ。そうに決まってるよ。お大事にね。志野先生、治療代なんです。いいのいいの、そんな心配いらないんだから。温かくして休むのね。どうもありがとうございました。お大事に。まあ、徳田様お珍しい。よく来てくださいましたわね。さあ、上がってください。どうぞ、どうぞ。はあ、どうぞ。篠野先生、どうしてまた男姿に。え、はい、妖精さんという支えてくれる人もできたし、女姿でも医者としてやっていける自信ができた。そう言ってたじゃありませんか。どうぞ。そういえば、凌介さんの姿が。長崎行きました。長崎へ。長崎へ行って本格的に勉強したいって言い出しましてね。あ、そうですか。言い出したら一目散、その日のうちに立ちました。男の人って立派なんですね。いや、辛い寂しい気持ちを抑えて出してやった志野先生も立派ですよ。男姿なのはそのためですか。悪い虫に言い寄られてよろめいちまうと困りますからね。変わったとは思うんだよな。変わった。私がですか。ええ、実は志野先生が急に高い治療代を取り始めたとか、お耳医者に推挙されそうになったんで増長慢心してるなんて話を聞いたんでね。ほっとけばいいんですよ。
人の口には戸は立てられないって言います。あ、ところで私に何か用があったんじゃないんですか。そうそう、実は見てもらいたい病人がいるんです。いいですとも。その人お金持ちですか。まあそりゃ結構、早速行きましょう。旦那様、お待ちください。話しなさい。旦那様、そのお体で途上など打ち合いでございます。今宵は殿の番、何としてお参る。旦那様、おやめください。話しなさい。旦那様。話せというのに。旦那様、何をしてるんです。病人は病人らしくしなさい。なんじゃお前は。君島志乃という医者です。ああ、お前が評判のお目見え医者に推挙されそうになったそうじゃが、わしはな、花から女医者などは信用しておらん。帰りなさい。女だと思って馬鹿にして脅かしてもダメです。さ、横になって。話しなさい。おとなしくしなさい。離せ。加納さん、うるさい。うるす。新之助殿か。強がるのもいいですが、病気は病気です。医者の言うことは聞かねばいけませんよ。ではこの女医者は。そう、徳田様に頼まれてきたんです。さあ横になって。触るな。加納さん。夜によって女医者とはもう。女でも男でも医者は医者です。さあさあ、加納さん、横になって。もうどっちも勝手にせえ。どんな様子です。心配いりません。神経の疲れで胃の腑が炎症を起こしかけてますが、刺激物を食べないで薬を飲み続ければすぐ治ります。それはよかった。おかげで3両稼げました。またお金になりそうな患者があったらお願いしますよ。志野先生、いい加減にしてくれませんか。さっきから金金と。それじゃ世間の噂通りじゃありませんか。そうですかね。そうですとも。確かに誠心誠意患者に接する態度は変わっちゃいない。しかし二言目には金金、志野先生らしくありませんね。どうしてそう金にこだわるんです。らしかろうとらしくなかろうと、とにかく私はお金が欲しいんです。志野先生、一文でも多く欲しいんだから仕方ないじゃありませんか。どうしてですか。ご政道が悪いからですよ。吉宗っていう将軍がボンクラだからです。私腹が立って仕方がないんだ。もしここに吉宗って将軍が出てきたら思いっきりぶん殴ってやりますよ。志野先生、言ってくれないか。一体何があったんだ。徳田様は旗本の三男坊でしたね。三男坊の冷や飯食いって言いますけど、それでも毎日のご飯は欠かしたことがないでしょ。本当にお腹を空かすってことがどんなに辛い悲しいことか考えたこともないでしょ。吉宗って将軍だって同じです。本当にお腹を空かしたことのない人間にお腹を空かせている人たちを救うご政道なんてできやしないんです。志野先生、徳田様、行かしてもらいますよ。こうしてる間にも稼ぎたいんです。失礼。志野先生、加納さんのことは心配いりません。ちゃんとしますから。いるか。しまってどうやら20両できました。助かりました。お米も少しですけど持ってきました。すぐ子供たちに。ありがとうございます。
稼いだ金を孤児たちに？はい。そうだったのか。何かなければ荒っぽい金儲けなどするはずはないと思ってはおりましたが。しかし孤児たちには補助金を出してるはずだが。はい。妙蓮寺も3年前から毎月7両2分の補助金を受けております。ところが1年半前突然打ち切りになりましたとか。打ち切りに？庵主は寺社奉行や勘定所に何度も掛け合ったようですが、お上の都合だと剣もほろろでしたとか。では打ち切りの理由は分からんのか。あ、はあ。殴られても仕方がないようだ。何か？いや、何でもない。担当の寺社奉行と勘定奉行を徹底的に究明せねばならんな。すぐ目付役を呼べ。臭いものに蓋をするといかん。お前たちも裏から探ってくれ。はい。そうかい。それで篠先生はやっぱり立派な人だったんだね。かわいそうな孤児を助けるなんて篠先生らしいわね。まったくでさ。なんだよ関取、よくも篠先生のことを悪く言ってくれたな。俺の命の恩人なんだぜ。まあそう言うなよ。俺だってたまには取りこぼしもあらん。取りこぼしで済むかこの野郎。いやよさないか。みんなもまさか篠先生がとは思いながらもちらっとでも疑ったことはなかったのか。私ちょっぴりだけど、いや私だってまさかと思ったけども、ほんのちょっとだけ。俺もね、足もちょっぴり。関取はそれを口に出したまでそれだけ正直だったんだよ。俺なんか面と向かって篠先生を非難してしまった。お上のお家のお目をと一人で走り回っていたのに申し訳ないことをしてしまった。鬼さんこっちだ、手のなる方へ。鬼さんこっちだ、手のなる。捕まえた。あら、誰かな。ずいぶん大きいな。わかったわかった、剣棒でしょ。徳田様。まあまあ、皆さんお揃いで。篠先生、この間は心ないこと言って許してほしい。せめてもの詫びに今日一日手伝わせてもらいたいと思って。徳田様。さあさあみんないらっしゃい。おもちゃがあるわよ。さあ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 、いらっしゃい。おせんべいよ。さあみんなにちゃんこ鍋作っちゃうぞ。ちゃんこ鍋。今度は相撲だ。よし、おい、みんなでこの相撲さんをやっつけよう。とんでもない。ほんの篠先生の真似事ですよ。お上にどんな都合があるのか知りませんけど、こんな可愛い子供たちを苦しめるなんてひどすぎますよ。将軍ぶん殴りたい気持ち分かってもらえるでしょ。篠先生が殴る前に私がぶん殴りますよ。まだこんなに小さいのに親兄弟を亡くした悲しみに精一杯耐えて生きているんです。この子たちをこれ以上悲しい目に遭わせるわけにはいきません。どうして一言言ってくれなかったんです。こんな立派なことをしていると知ったらもっと早く手助けできたのに。よしてください徳田さん、私だってあまり褒められた柄じゃないんです。最初は子供たちのためにお金儲け始めたんじゃなかったんです。凌介の留学の費用が欲しい、そう思って。
徳田様がおっしゃるような綺麗な気持ちで始めたんじゃなかったんです。世間が言う通り、私は天狗になってたんです。そんなことはない。初めはどうであれ、志野先生のおかげで子供たちは救われてる。それはそれで立派なことなんですよ。いいえ、救われたのは私の方です。もし子供たちのことを聞かなかったら、私は本物の金の亡者になってたかもしれません。救われたのは私の方です。私は子供たちに恩返ししなきゃならないんです。お目付衆の調べでも、私どもが探りましたところでも、寺社奉行様と勘定奉行様は補助金打ち切りには関わりないようでございますが。そうか。ところが妙なことが一つございます。妙なこと？帳簿の上では補助金は支払われたことになっております。なんだと？支払われた金が受け取り人の手に渡るまでの間に消え失せた、そういうことでございましょうか。ダメじゃないですか、加納さん。ちっともお薬飲まないで。黙りなさい。わしは女医者などは信用しとらんと言ったはずじゃ。こんな薬飲めるか。言うこと聞かないなら、二三発行きますよ。おう、やると思うか。頑固じじいが。徳田様がどれほど心配してるかわからないのに、子供より始末が悪いんだから。勝手にしなさい。私はもう知りませんからね。あなたは間もなく死にます。でもあなた自身のせいですからね。徳田様がさぞ嘆くことでしょう。あ、篠先生。あ、どうですか、加納さん。頑固者とは聞いてましたけど、相当なもんですね。何か迷惑かけましたか？いいえ、徳田様がどれほど心配してるかお話しして、ちょいと脅かしてきましたから、そろそろ効き目が現れる頃かも。これ、女医者。お主に負けたんではないぞ。上様のお気持ちを考えるから、こんな薬でも飲んで使わすのじゃ。間違われてないぞ。どうせこんな薬効かんであろうが。犯人が、あの女医者、企みよったな。それじゃあ補助金を着服してる者がいるというんですか？まだ詳しいことは分からんのだが、そうとしか思えんのだ。ひどいこと。あの子たちのたった一つの命の綱なのに。ご政道全体から見れば、月々七両二分の補助金は小さいことかもしれん。しかしそういう小さいことをおろそかにするようでは、血の通ったご政道とはいえ。あの子たちはご政道の網の目からこぼれ落ちてしまってるんです。あの子たちには頼るものが何もないんです。徳田様、せめて私たちだけでも。おかしいな。補助金が打ち切られた1年前の帳簿だけが見当たりません。帳簿が紛失している？はい。あるいは誰かに先手を打たれたのかもしれません。上様、これは孤児たちの補助金だけではないのかもしれませんな。うん。
何やら大きなものが関わっているようにも思えるな。上様にはご機嫌麗しゅう何よりと存じ上げます。おう、内膳の将、何か用か。はっ、この度はそれがし屋敷へのご来賀をご承認くだされ、大変な光栄、ありがとうございます。遠乗りの帰りによるのだ。派手な接待は無用だぞ。はい。ところで勘定所の機構改革でもおやりになるのでございますか。いや、今のところそのつもりはないが。さようでございますか。そのような噂を耳にしましたものでございますから。では。上様、稲葉殿のことをどのようにご覧になられましたか。内膳の将はどうかしたのか。何の計画もない勘定所の改革が噂になるとは思えませんな。それに昨夜助八とお園を勘定所にお差し向けになりましたのでは。では俺の腹を探りに来たと申すのか。はあ、おそらくは。まさか補助金打ち切りに関わりがあるのでは。上様の腹の内なんと。大岡越前が一緒だったでの、あまり突っ込むこともできず仕方はわからなんだ。では昨夜のお庭番、例の一件を探りに参ったと。そう見た方がよかろうな。なればご安心を。先手を打って証拠はすでに始末。うん、それでいい。幕閣への根回しも済んだし、この二十日には上様はこの屋敷におなりになる。そうなればまだまだわしの力が落ちてないということが天下に知れ渡る。若年より返り咲きも間近というわけでございますな。若年よりはただの道中、老中を狙ってみせるぞ。あ、志野先生。あら、また阿波がゆですか。庵主様、この間の二十両は。お米屋さんやあちこちに支払いがたまっていたもので。まあ、おかわり、おかわり、おかわり。かわいそうに。火事で親兄弟亡くした気の毒な子供たちなのに、どうしてこんな広い仕打ちを受けなきゃなんないのかしら。もう我慢できない。いい加減にせんか。何で言ったらわかる。補助金はお上の都合で打ち切った。だからその都合っていうのは何だって聞いてるんじゃないですか。その方どもの知ったことか。これ以上騒ぎ立てるとお咎めがあるぞ。覚悟の上です。こうしている間も子供たちはお腹を空かせているのです。どうぞ補助金を。ああ、帰れ帰れ。あんたたち話にならないわ。よし、こうなったら目安箱に訴えて将軍様直に掛け合いますからね。鴨屋、ちょっと出かけてまい。目安箱と聞いて慌てたようですね。どこへ行くのでしょう。私がつけてみましょう。稲葉、何者かしら。
ぜつく。待て、お供に放り込んどけ。来い。津崎様、何者です？補助金打ち切りのことで役所へ乗り込んできたんだ。何ですと？妙蓮寺の暗示も一緒だった。これ以上騒がれるとまずいな。わかりました。拙者にお任せを。待て！何をするんです？待て！何をする？邪魔だでもよ！安寿様。志野先生はまだ見つからんのか？はい。稲葉の屋敷を当たってみてくれ。やはりここに。この指令です。急いでください。妙賢人様が大怪我をされました。でも安寿様も子供たちのために精一杯やっただけだ。何としても安寿様を死なせるわけにはいかん。篠先生、頼みますよ。皆さん、安寿様のことを仏様にお祈りしましょう。さあ。何だ？お忘れでございますか。午前にお回しした金の中には妙蓮寺の孤児救済金7両2分入っておるのでございます。うん、そうだったな。わしはな、このまま矢に埋もれるつもりはない。何としても今一度幕閣に返り咲いてみせると。すると根回しの金がいりますな。一介の浪人だったお前を勘定衆に取り立て組頭にまで押し上げたのは若年寄り当時のこの俺だ。津崎、一つ役に立ってはくれぬか？もちろんでございます。で、いかほどあれば？うん、そうよな、月々200両2年も続ければよろしゅうございます。何とかいたしましょう。ただ一時に多く扱いますと発覚する恐れがございますから。お救い小屋関係所係し
25両。妙蓮寺孤児救済補助金7両。それから町方幹部民俗小屋すべて300両になります。これを支払ったことにして御前にお回しいたしましょう。しかしな、受取人から苦情は来ぬかな。来るでしょうな。ですがどうせ吹けば飛ぶような連中、お上の都合で打ち切ったとか延期したとか申しておけばいいでしょう。ご心配はいりません。御前、帰り咲き成就の暁には何とぞ拙者のこともよろしく。その手で勘定所を動かせるようにしてくれるぞ。そうであったな。したがそのことのすべてはわしの知らんことだ。その方たちで始末をいたせ。もちろんでございます。ご心配なく。上様、わかりました。すべての黒幕は稲葉内膳の将でございます。やはり幕閣狩崎の前内金を作るために孤児たちの補助金やお救い小屋の費用を横領しております。己の出世のために罪もない子供たちを踏みつけにするとは。志野先生と妙慶二様の口を封じるため、まもなく人数を差し向けてまいります。あくまで悪事を隠す気か。来たようでございます。そうはさせんぞ。出てこい。貴様たちの悪事は全て露見したぞ。よくも気の毒な孤児たちにひもじい思いをさせてくれたな。俺の命、天下万民のためならいつでも捨てる覚悟だが、貴様のごとき薄汚い悪党どもに俺の命を渡すわけにはいかんのだ。何事でございましょう。本日はそれがしの屋敷へおなりくださいます日でございますのに。その身中止だ。お、なぜでございます。稲葉、その方招かれたら盗賊の家にでも行くか。いや、とんでもございません。そうであろう、与党と同じだ。上様、まさかそれがしを盗賊呼ばわりなさるおつもりではございますまいな。他人のものを横からかすめとる。
盗賊と同じだ。恐れながらいささかお言葉が過ぎますのでは。それがしは若年寄りまで勤めた身でございます。黙れ。その方が幕閣返り咲きを狙い、勘定組頭津崎陣内を抱き込み、多額の公金を横領したこと分かっているのだぞ。公金の横領、何のことでございましょう。とぼけようと思ってもそうはいかん。その方が着服した金の中には妙蓮寺の孤児に対する補助金7両2分も入っている。その方たちにとってはたかが7両2分かもしれぬ。だがその金を泡がゆをすり腹をすかせながら一日千秋の思いで待っているたくさんの子供たちがおる。その上悪事の発覚を恐れ妙計にまで手にかけるとは許せん。上様、大間町、それがし、そのようなことは知らぬとは言わせん。内前の署津崎陣内即刻切腹申し渡す。おお、上様。じい、寝ていなければダメじゃないか。いやいや、女げんこつ医者の薬がことのほか効きましてな。途上の許可がおりました。おお、そうか。そりゃよかった。どうだじい、志野先生の腕前まんざらではあるまい。いや、しかしやはり医者は男の方が。この頑固者め。徳田様、ありがとうございました。お上の補助金が元通り出るようになったばかりか、子供たちに新しいうちので作ってくださるなんて、すべて徳田様のおかげです。いや、とんでもない。志野先生や庵主様の子供たちに注ぐ愛情が天に通じたんでしょう。みんな、自分たちのうちができるのよ。よかったわね。おいらのうちだ。この年、吉宗は勘定所の機構改革に手をつけた。事務の簡素化を図り、滞りがちの手続きを迅速にするため、勘定衆を130名に増やすとともに、勘定吟味役の権限を強め、不正の起こらぬよう配慮することも忘れなかった。時に享保8年のことである。Yeah.
吉宗評判記暴れん坊将軍、次回は。しばらく、しばらく。上様、本日はご進行の当です。林大学の神殿がお待ちかねでござりまするぞ。神様とも仏様とも敬うておる皇室様がじゃ、御大将になられてこの日本に、この江戸に攻めてきなすったら、お前らどうする？カズマ。あ、母上。女で一つでせがれを育ててこられた。それだけに何としてもせがれに立身してもらいたい。そのためには昌平公の狭き門をくぐらせねばならん。これは。次回、春戦芋侍にご期待ください。